のか今回は俺とルフィとウソップか。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ輪。ちょっと待てルフィ、闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だがわからねえなら勘で行くしかねえだろ。多分こっちだ。ついてこい。よしルフィ、ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ。なに？ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か？おう、なんでわかったんだ？手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。特別にこれはタダでやる。もこれって、キノコか？ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし、味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな。受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか？願い？突然妙なことを聞くな。俺様は冒険で出会った奴の願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだろう。願いね。強いて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかな。あんたのお墨付きともなれば飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼するよ。ん？仕入れも済んでないのに開店してたのか？ああ、ちょっと気が早かったか。
とりあえず俺は行くよ。じゃあな。このキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか？案外簡単だな。肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろ。おいおいお前ら、あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。もう食っちまったぞ。何？吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ゾロ。おい、しっかりしろゾロ。キノコそんなにまずかったのか？いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ。確か前にチョッパーが。アラバスタには解毒剤に使える苔があるんだ。へえ、そりゃ便利だな。もし俺がいない時に毒に当たった時はまずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。わかった、西の入り江だな。おい待てルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。ヘヘ、任しとけ。本当か。俺はここでゾロを見てるから任せたからな。よし、行くか。わかんねえ。久しぶりだな。俺苔を探してんだ。ゾロが毒で苔がいるんだよ。この近くに苔があるはずなんだ。教えてくれ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。
お前のことだ。これがウソップの言ってた苔か。ありがとうな、マツケ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。大丈夫か？うおー！ウソップ！海賊狩りのゾロとその仲間の首、もらったぜ！海賊狩りが倒れてる！今がチャンスだ！ルフィ、早く戻ってきてくれ！ウソップ！ルフィ、遅えよ！悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした！仲間が一人増えたところで何だってんだ！やれ！うわぁ！来るぞ、ルフィ！おう！どうすっかなぁ。ギュッ！フォース！ゴムゴムの！この喧嘩、俺たちの勝ちだ！ゾロ、これを飲め。ルフィが取ってきてくれた薬だ。もう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだ、ゾロ。ああ、よく寝た。いや、のんきすぎるわ。お前、毒で倒れて死にそうだったんだぞ。そうだったのか。覚えてねえのかよ。お前が倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。そうか、そりゃ悪かった。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。え？お前、俺たちに毒キノコを渡してきた証人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それはなんだ？
たちメモリアに戻ってきたのか？その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな。ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんておかしな話ね。おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けば分かるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。さっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ。Thank you.